天気がいいから散歩しましょう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 日本語能力試験懲戒 N2 これから N2 の 懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは、手を挙げてください。問題がよく見えないときも、手を挙げてください。いつでもいいです。 問題,1問題1ではまず質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます 1>, 1番。男の人と女の人が話しています。男の人はこの後何をしますか？森さん僕来週引っ越すんだけど、今使ってる？冷蔵庫いらなくなるんだ。それでもらってくれる人を探してるんだけど、誰か知らないうーん。ちょっと心当たりないな。そっか。冷蔵庫って。 確か粗大ごみとしては出せないんだよねうん法律でいらなくなった冷蔵庫を出すときは手続きをすることになってるよねそっか手続きってどこでするの市役所に連絡してもいいけど引っ越し会社によっては事前に言っとけば手続きをしてくれて引っ越し当日冷蔵庫の回収もしてくれるって聞いたことあるよえ、そうなんだその方が簡単だから聞いてみたら 分かったありがとう男の人はこの後何をしますか 2> 2番 日本語学校で先生が話しています学生はこの後スピーチの原稿をどう直しますか先週提出してもらったスピーチの原稿を返します初めのところに自己紹介を入れてもらいましたが皆さんよくかけていましたスピーチの内容もそれぞれとても面白かったです授業で勉強したように難しい言葉には説明をつけて わかりやすくしているのも良かったんですが、皆さん文と文をつなぐ表現がほとんど使われていませんでした。不自然に感じるので、今から見直して入れてみましょう。その他の点についてはそれぞれコメントを入れました。全体的な長さは今は考えなくてもいいですよ。学生はこの後スピーチの原稿を。 どう直しますか三番デパートの洋服売り場で、店の人と男の人が話しています。店の人は、ズボンの裾をどのように仕上げますか お客様、そちちらのズボン、履いいいいててみかてかがでですす。あ、ちょうどいいですただズボンの裾が少し長いので短くしてもらえますかかしこまりましたでは長さを確認いたしますあの今これは裾が内側に折ってあるんですけど外側に折るようにしてもらえますか売り場に飾ってあったのみたいにあはいできますかよかったで 売り場にあったのは、折ったところをボタンで止めるようになってましたが、糸で止めてもらいたいんです。ボタンですと、止めたり外したりしやすいので、汚れなどのお手入れがしやすいですよ。うーん、僕には必要ないかな。承知しました。では、そのように。店の人は、ズボンの裾をどのように仕上げますか 四番会社で女の人と男の人が話しています男の人はこの後まず何をしなければなりませんか田中さん新製品の発売に合わせて行うイベントあれやることが確定したから準備始めてくれるはいわかりました今回は社長に挨拶をお願いしてあるから 社長が来られる日じゃないといけないの秘書課に予定を聞いてくれるイベントの候補日を絞らないといけないからはい日にちが決まったら会場を予約しますね参加者は何人ぐらいになるでしょうか100人ぐらいかな営業部が今招待客の名簿を作ってるところなんだけどじゃあ会場を予約するのは名簿ができてからですねうん 男の人はこの後、まず、何をしなければなりませんか。五番、アパートの入り口で、男の管理人と、女の学生が話しています。女の学生は。 明日の朝。まず、何をしなければなりませんかあ、りんさん、おはようございます。掲示板にお知らせを貼っておいたんですけど、明日の土曜日、大丈夫ですかえ明日、何かあるんですかすみません、掲示板、ちゃんと読んでなくて。自転車置き場のペンキを塗り直すんですよ。ついでに自転車置き場の掃除もするんです。あ、そうなんですか。すみません。 明日はちょっと時間がなくてああいいえ自転車をアパートの前の駐車場に移動してほしいんです今日はまだ駐車場が使えないから明日の朝七時から十時の間にお願いしますああ一緒にペンキを塗るのかと思っちゃいました <laughs> それはプロに頼んでありますよ明日の朝大丈夫そうですか無理なら私がやっておきますがはい出かける前にできますお願いします 動かしたらすみませんが鍵は私に預けてください自転車はこちらで戻しておきますからわかりました女の学生は明日の朝まず何をしなければなりませんか 問題,2問題2ではまず質問を聞いてくださいその後問題用紙の選択肢を読んでください読む時間がありますそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます 1番男の人と女の人がプリンターについて話しています女の人は今使っているプリンターを選んだ理由は何だと言っていますか 中山さん、この間プリンター買ったっったたてて言ってたよね。うちのプリンター急に壊れちゃって新しいの買わないといけないんだけど参考までにどうやって決めたのか教えてもらえないそうだね最近のプリンターは写真をすごくきれいに印刷できるしインクの容量も大きいしすごいなって思ったコピーやファックスの機能もついてたりして便利になってるし。うん 私が買ったのは印刷スピードが速いっていうのが一番の特徴だったんだけど私は文字を取り込む機能があるのがいいなって思ったんだ文字を取り込むうん紙の書類を電子ファイルとしてパソコンに保存したい時ってあるでしょそんな時に便利なんだいちいち手で打ち直さなくていいしえそうなのすごいね。 女の人は今使っているプリンターを選んだ理由は。なんだと言っていますか。二番。会社で女の人と男の人が話しています。男の人は。

先月の売上1位でしたね。おめでとうございます。たまたまだよ部長も喜んでらっしゃいましたよそう企画の時から自由にやらせてもらったからね実はこないだ大学時代の友人と話してたらこの商品のことをすごくいいねって言ってくれたんだよ作ってる側からすると知ってる人からこう言ってもらえるのはどんな言葉より嬉しいよねこれからも頑張らなきゃって思うよ よかったですね次の企画も私たちみんな期待してますわあ,あプレッシャー大きいな男の人は何が一番嬉しいと言っていますか 3番放課後の子どものための教室で男の学生と係の人が話しています係の人はどんな人にボランティアに来てほしいと言っていますか すみません。こちらの教室で夏休みの間のボランティアスタッフを募集してるって聞いたんですがこの教室ってどんなことするんですかああ小学生の子どもたちが放課後一緒に遊んだり宿題をしたりするんです夏休みは普段より子どもが増えるので募集してるんですがボランティアご希望ですか興味あるんですがこういうボランティアやったことないんです。 大丈夫でしょうか経験はないよりあった方がいいですけどまあ子供って放っておいても自分で遊ぶものですからね遊びを教えたりする必要もないですしそうですかそれより子供の話に耳を傾けてくれる人がいいんです子供って自分の話を聞いてもらえたらそれだけで嬉しいんですよへえ<ー>算数とか国語とか勉強を教えられる人は 他にもスタッフにいますからよかったら一度ぜひ教室に来てみてくださいはいありがとうございます係の人はどんな人にボランティアに来てほしいと言っていますか 4番日本語のクラスで留学生が日本での体験についてスピーチをしています留学生はある店で買い物をした時店員のどんな対応が嫌だったと言っていますか 先日、スニーカーカを買いに行きました。店に入るとすぐ店員さんが声をかけてくれましたそれは嬉しかったんですがその後ずっと離れないんです商品を見ようとするたび、丁寧な言葉で説明してくれましたが近くにいられると気になってゆっくり見られませんでした私の国では店員は挨拶はしますが客が質問した時しか近くには来ないんです ただ私の国の場合高い商品を勧められることが多いんですがこの店ではそんなことはありませんでした留学生はある店で買い物をした時店員のどんな対応が嫌だったと言っていますか 5番図書館で女のの人人と男の人が話しています男の人は図書館へ来る人を増やすためにまずどんなことをしたらいいと言っていますか ここ数年うちの図書館を利用する人が減ってきてるんですがそうだね少し前に子供向けに絵本の読み聞かせの会とか図書館ツアーとかやってみたら効果があったよねこれから対象を子ども以外にも広げていったらどうかな大人向けのイベントなら今までもやってましたよねうーんただこれまでは昼間しかやってなかったでしょう今度は夜の時間にもやってみるとか これならすぐにできるしそうです、ねうんとにかくやってみようあと将来的には学習スペースの設備を充実させたり設備うん机や椅子をいいものに変えて快適にしたりパソコンを使う人も多くなってるからコンセントを増やしたりなるほどもしそうなったら積極的に宣伝したいですねそうだね 男の人は、図書館へ来る人を増やすために、まず、どんなことをしたらいいと言っていますか。ここでちょっと休みましょう。 では、また続けます。問題三。問題三では。問題用紙に何も印刷されていません。この問題は。全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず、話を聞いてください。それから。 質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます1番 1> 就職セミナーである航空会社の社員が話しています私は飛行機の乗務員をしています。 機内でお客様が快適で安全に過ごせるように様々な仕事をしますこの仕事は飛行機でいろいろな場所に行けて魅力的だと思われているようで就職を希望する学生さんが多いのも事実ですただいい面ばかりではありませんお客様の荷物の上げ下ろしのお手伝いや飲み物食事のサービスなど休む間もないほどですまた 何かトラブルが起これば、お客様への対応が求められます。外からは、そういったことはなかなか見えにくいと思いますが。社員は何について話していますか一、この仕事の魅力二、この仕事の大変さ この仕事に就いた理由4この仕事に必要な体力 2>, 2番女の人と男の人が男の人が買った車について話しています。 最近新しい車を買っったんだってねうんずっと憧れてた車なんだ有名なデザイナーがデザインした車で外見も中も洗練されてて僕にとっては一流ホテルにいるのと同じような感じなんだへえ<ー>ただ買うかどうか最後まで悩む値段だったんだけどね買ってから驚いたんだけど乗ってて疲れにくいんだ視界の良さとか操作のしやすさとか 運転手の負担を最小限に抑える工夫が効いてて安全運転にもつながるしねその意味では安い買い物だったと思うよ男の人は買った車についてどう言っていますか値段も安かったしいい車で満足だ 値段は高かったがい,い車で満足だ3安い車なので性能に不満がある4高級な車だが性能に不満がある。 3番ラジオで料理研究家が話しています料理を作ったら食べた人に美味しいと言ってほしいとみんな思いますよねところが好みは人それぞれその好みを形成するものの一つは子供の頃から毎日食べていた家庭料理の味です家庭だけでなく学生時代によく通っていた食堂などの 慣れ親しんだ味を美味しいと感じることが多いと言われています。他にも、暑い地域では汗をかいて体温を下げる効果のある辛い料理が好まれるといった。気候によるものなどもあります。料理研究家は何について話していますか。一。美味しい料理を作る工夫。 2, 2子ども時代の食事の思い出3家庭料理の味の特徴4味の好みを決める要素4番。 テレビでアナウンサーが作家にインタビューをしています。今日は今話題の作家山田はじめさんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。山田さん、最近若い人の読書離れが進んでいると言われていますが、読書っていうのは人生を豊かにしてくれるので若い人には本を読んでもらいたいですね。ただ個人的には一年に何冊本を読んだとか。 そそういういいいいこととととははれほど大切ではないと思まますと言います言私は若い頃好きな本をよく汚れてボロボロになるまで読んでましたが同じ本でも読むたびに違うことを感じて考えが深まっていったのを覚えています最近は仕事や人間関係に役立つからといって実用的な本ばかり宣伝される傾向がありますがそういう本は何回も読んだりしないですからねええ。 若い人にも自分が出会った一冊とじっくり向き合ってほしいですね作家が言いたいことは何ですか一、好きな本を繰り返し読んでほしい二、なるべく多くの本を読んでほしい三。3> 3 すぐに役に立つ本を読んでほしい <4. S 1> 宣伝を参考にして本を選んでほしい5番学校で校長先生が話しています。 受験勉強やスポーツの練習など大きな目標に向かっている時目標しか見えなくなっていることがありますそこに向かう道はつらくても仕方がないといやいや取り組んでいたりしませんか目標を持つことはもちろん大事ですがちょっと視点を変えてみましょう学ぶこと運動すること自体にも喜びがあり自分の成長につながるはずです 最終的なゴールは同じでもそこにたどり着くまでにどう取り組むかによって得られるものも変わってくるかもしれません校長先生が伝えたいことはどのようなことですか <1 S 2> 目標は、自分に合ったものが良い。2 目標を持ち続けることが必要だ。3. 目標に向かうプロセスにも意味がある。4. 時々目標を見直すことが大事だ。 問題,4問題4では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてくださいそれからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます 一番ん？会議の資料をこの机の上に置いたはずなのに 1, 1えないんですか 2, 2助かりますありがとうございます3あ机の上に置いてはいけなかったんですね 2>, 2番森さん勧めてくれたカメラ買いましたよ小型ながらなかなか高性能ですね 1, 1もっと小さいのが良かったんですね 2, 2小さいのにすごいでしょう。3小さい方が性能がいいんですか 3番？今日の実習のレポート、明日出さなきゃいけないなんて。1。1> 明日までじゃなくてよかったね。2>, 2。本当もっと時間欲しいよね。3。え、レポートを出さなくても良くなったの？ 4番あの佐藤さんこの椅子運んでくださると助かるんですが1運んでいただけるんですか 2, 2> え私運んでませんよ 3, 3あはいどこへ運びましょうか 5番鈴木さんイベントの準備は順調 1> 1では早速準備を始めます中止になるなんて残念です今のところうまくいってます 6番昨日愚痴を言っちゃったけど聞かなかったことにしてくれない 1, 1ああわかった忘れるよ2えちゃんと聞いてたよ 3, 3もちろんいつでも聞くよ 7番今朝もう少しでいつもの電車に乗り遅れるところだったよそっかでも間に合ったならよかったね 2> 2あ,あいつものに乗れなかったんだえ電車が遅れたんだ。 8番伊藤さん午後の会議の準備一緒にやることになってたけど僕一人でできないこともないよ 1> 1それなら一緒にややろうかえっ人でやったのじゃあお願いしてもいい 藤田さんスピーチの練習付き合ってくださってありがとうございました当日もうまくいくといいんですけど 1, 1うまくいったんだ頑張った甲斐があったね 2, 2仕方ないよそんなにがっかりしないで3きっと練習の成果を出せると思うよ 10番サークルの打ち合わせ5番教室でやるって聞いたけど教室は予約してからでないと使えないよ 1> 1予予約約は必要ないんですね先週ししましたせっかく予約したのに使えないんですか 11番、森田さん、森田さんの企画書だけど、データなしじゃ検討しようがないよ。1。すみません、すぐ用意します。2。2> あ、検討していただけるんですね。3>, 3。ええ、ご理解ありがとうございます。 問題5問題5では長めの話を聞きますこの問題には練習はありません問題用紙にメモを取ってもかまいません 1>, 1番2番問題用紙に何も印刷されていませんまず話を聞いてくださいそれから 質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます1番市の体育館の受付で女の人と男の職員が話していますすみません 何か軽い体操でも始めたいと思ってるんですが、こちらでそういう教室はやってますかはい、いろいろありますよ。時間や内容のご希望はございますかえっと、平日の午前中で運動が苦手な私でも続けられそうな教室がいいんですけど、通ってらっしゃる他の方とも親しくなれるような雰囲気の。そうですね。軽い体操というと… 火曜9時半からの「ボール体操」これは直径5 0ンチぐらいのゴムボールに座って体操をしますああそれから水曜10時からの「柔軟体操」体をゆっくり動かして手足を伸ばしますこちらのクラスは時々参加者の皆さんで交流会をやってるみたいですへーいいですね。それから木曜10時からの「リズム運動」音楽を流してリズムに合わせた運動をします 仲のいいクラスで去年の秋には皆さんで近くにハイキングに出かけてましたよその教室こないだテレビで紹介してましたよね音楽に合わせて体操するの楽しそうでしたけど皆さん汗びっしょりでしたあご覧になったんですねかなり体を動かすのでいい運動になりますよあとは土曜の午前なんですが筋肉トレーニングもあります講師から、 いろんなトレーニング器具の使い方を教わりながら筋肉を鍛えるクラスです迷いますねでもやっぱり週末はけておきたいんですよねあんまり激しい運動だとできるかどうか自信がないし教室以外にも仲良くなる機会がある方がいいなえっとこちらの教室見学できますか女の人は どの教室を見学したいと言っていますか 1, 1. ボール体操 2. 2柔軟体操 3. リズム運動 4. 筋肉トレーニング 2番、2> 大学で大学祭の係の学生3人が話しています大学祭まであと1ヶ月だね。去年の参加者のアンケートでゴミ箱の場所が分かりにくかったっていう声が多かったけど今年どうしたらいいかまだ決めてなかったね。あちこちこにゴミが捨ててられてたよね来場者に配った会場案内のチラシにゴミ箱の場所も書いておいたんだけど。 チラシの数が足りななかかったかなチラシは余ってたよじゃあチラシが見にくかかったかなもう少し字を大きくして見やすくしたらどうかなでもお客さんは食べ物や荷物を持って移動するわけだよねチラシまで見なながらって難しいいんじゃないそれもそうだねうん去年は会場内に「ゴミ箱はここです」っていう看板も立てたよね 設置場所も問題なさそうだったけど。うん看板の文字も大きくてかなり目立ってたはずなんだけど混んでだからね行列もあちこちにできてたしそれで見えにくかったのかもしれないねそれなら今年はもう少し高さがあるものにしてみようか目につきやすいようにうんなるほどそれがいいねでチラシは今年はどうするる見てもららえないない配るのやめる 見る人は見るから、あった方がいいと思う。去年の十分見やすくできてたと思うから、あれを使おう。問題解決のために、何をすることにしましたか。一。チラシの文字を大きくする。二。配るチラシの数を増やす。 三。看板の文字を大きくする。四。看板の高さを高くする。三番。まず、話を聞いてください。それから。 2つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます3番テレビでアナウンサーが使われなくなった学校の校舎の再活用について話しています。 生徒数が減り廃止になった学校その校舎の一部を有効活用する取り組みが各地で行われています今日はその中から4つご紹介しますまず山の中の小さな学校東小学校は今宿泊施設として活用されています豊かな自然の中で山歩きや川遊びを楽しめます2つ目の西田市にある西中学校は 地域のイベントやコンサート、展覧会などに広く使われています2階は映画館になっていて昭和時代の雰囲気が残っていますそれから海に面した南小学校には手作りのパンやアート作品の店が並んでいます自分で作ったものを販売したいという若い人が集まってきています、えー、4つ目の農村地域にある北中学校は 食堂になっています地元でとれた新鮮な野菜をたくさん使ったメニューが人気です今写ってた学校で友達が今度作品を発表するんだへえああその学校じゃなくてその友達自分で映画を撮っててね見に行くことになってるんだそうなんだ。 私は一度でいいから学校に泊まってみたかったんだよね今度の夏休みに山登りのサークルのみんなで行ってみないえ夜の学校なんて真っ暗で怖そうじゃないおいしいご飯を食べるんだったらいつでも喜んで行くけど今は学校じゃないんだから大丈夫だよ質問1男の人は どの学校に行くつもりだと言っていますか質問2女の人はどの学校に行きたいと言っていますか これで懲戒試験を終わります。